パーボ・タピオ・リッポネンは、フィンランドの政治家、元ジャーナリスト。1995年から8年間首相を、1993年から12年間に、渡ってフィンランド社会民主党の党首をそれぞれ務めた。また、2003年から7年まで、エドスクンタ議長も務めた。トゥルトラで父、オルボ・リッポネンと母、ヒルカ・イイッサロとの間に生まれた。パーボの母方の祖父母。 ジャッコ・アンティロ・イングマン、イース・サロは、カール・グスタフ・エミール・マンネル・ヘームと遠赤関係にあった。パーボは、クオピオで、幼少期と青春時代を過ごした。1959年に、クオピオ市内の高校から、ギムナジウムの卒業証書を受け取り、それから1年間、ダートマス大学で哲学と文学を学んだ。フィンランドへ帰国した直後に、ヘルシンキへ、引っ越し。 1971年にヘルシンキ大学から国際政治学の修士号を取得した。また、1963年から1965年まで、同国で由緒ある学生新聞、イリオピラスレフティの記者を務め、1965年から67年までフィンランド国営放送のフリーランス記者になった。その間、リッポネンは、いろいろな物議を醸す文を書き、 エストニアの亡命者らの怒りを買った。フィンランドの外交官、アルポル氏は、著書、ビセモルタ王妃の中で、リッポネンが1969年から旧、東ドイツの秘密警察シュタージへの協力をしていたと指摘している。それによると、彼のコードネームは、マンゴ XV32671 だった。リッポネンは2008年のインタビューでこの指摘について、 東ドイツに操られていたと語った。この噂により、彼はシュタージへの関与が指摘される人物を列挙した、キティーネンリストに、その一人として記載された。また、別の名で、ソ連国家保安委員会にも関与していたとムル氏は、指摘している。1967年から1979年の間、リッポネンはフィンランド社会民主党で様々な職を、務めた。しかし、 その間に彼の初心が変わり、1978年の演説では自身の社会主義の信念はついえたと言い放った。彼が初めて政界の脚光を浴びたのは1979年から82年の間、当時首相だったマウのコイビストの秘書を務めていた時だった。多忙な首相の代理としてよく登場したので、間もなくバラマヌと呼ばれるようになった。 1983年から87年、91年から2007年の間はエドスクンタ議員を務めた。1993年、当事者民党の党首だったウルフ・サンデキビストに大規模な詐欺疑惑がかけられ有罪判決が出ると、リッポネンは次期党首に選出された。そして1995年の選挙で党を勝利に導き、右から 左までのご政党からなる連立政権を組んだ。政権の主要課題は失業者の減少だったが、彼の経済施策は右寄りなものだった。EU の明確なビジョンと自国の緊縮財政を受け、内閣は EU の通貨統合を決め、1999年に国内でユーロが導入された。これにより、対外貿易は1995年から99年に、 かけての欧州の平均より増えた。1999年の議会選挙で社民党は敗北したが、議会第一党の座は守った。連立内閣は改造され、第二次立法年内閣になった。また、フィンランドが EU の議長国になった6ヶ月間には EU の統合を主導し、拡大政策を進めた。また、2000年に行ったベルギー・ブルッヘでの演説では、 欧州憲法の概念を引用した。2003年の選挙で分かったが、フィンランド中央党がそれ以上の議席を獲得し、社民党と国民連合党からなる連立政権は終焉を迎えた。中央党のアンネリ・アーテンマキ党首が新内閣を発足させ、リッポネは国会議長に就任した。その後、2005年にリッポネは党首を引退し、エーロヘイナルを間に引き継がせ、 2007年には国会議長の職も退いた。南オセチア紛争が続いていた2008年8月15日、ロシアのガス供給計画、ノルドストリームは、リッポネンとコンサルティング契約を結んだと発表した。それによると、彼は環境アセスメントの必要性を訴え、フィンランド国内でのアセスメントを許可した。彼は、フィンランドの行政とエネルギー部門内の意思決定を、 行うところの専門技術をもとに独自の協議を提供している。2008年10月には雑誌の論説でグルジア問題についてのロシアの対応とヨーロッパのロシア産天然ガスへの依存を警告した。その中でフィンランドとドイツの多くの政治家がエネルギーの安全と気候という二大原則を両方壊すとして原子力発電に反対していることを批判した。リッポネンは 水球の愛好家で支援者でもある。現在は2番目の妻、パイビリッポネンと同棲しており、3人の子供を設けている。ありがとうございます。